こんにちは。因数分解 x 2乗マイナス 12x マイナス864、2乗の係数が1の、因数分解なんで、中学校3年生でも習った基本中の基本、かけてこうなる数、足してこうなる数を探し当てて見つかればおしまいっていう基本的な因数分解なんですが、かけて864、どんな掛け算の組み合わせか私暗算できないんで一つも思い浮かべませんと。1×864 以外思いつきませんと。で、じゃあそんな、しかも約数が多そうな数で差がちょうど12になるようなのを探せますかと。で、まあじゃあでも掛け算の組み合わせ探さなきゃっていうんで、じゃあ素因数分解しようかっつって、864と素因数分解するかっつって、こう2でちまちま割っていく人をよく見かけるんですけど、いいじゃん別に、あの学校で小さい素数で順序よく割っていきましょうなんて習うけど、そんなの守んなくていいですよと。で、これならまだしょうがないけど、630素因数分解しろって言われて、これ2で割った人みたいな腹立ちますよね。何のために九九習ったんだと。630って7九63でしょと。もう10倍でしょと。じゃあこれでもうほぼ素因数分解おしまいでしょと。2×3 の2乗かけあと5と7と。これぐらいの工夫はしてくださいと。で、私よくでかい数見たら9で割れるかどうか確認してねとよく言ってきたんですが、9の倍数、自然数が9の倍数であるかっていうのは確率的には9分の1だろうと思うんですけども、入試だと、試験だとでかい数って大概9で割れますね、なぜか。で、9で割れると一番でかいくらいが9じゃない限り1桁減るんで、とっても嬉しいんですよね。だからでかい数見たら9で割れるかどうか確認してねと。で割れますと。18なんで、各くらいの和が9の倍数なんで9で割れます。で、9で割れるときは割っちゃってすぐちっちゃくしてあげると。で、981で50なら96、50と。で、この数見て明らかに8の倍数で分かるように、8での倍数は分かるよね。8で割れて8で割れると。なんでじゃあ8で割っちゃうかって言って、これで12で、これでもうほぼ素因数分解おしまいと。2の2が2個で3個だから2の5乗で、3がここに1個と2個で3の3乗と。そうすると、ここで約数の個数っていうのは、約数っていうのはこれらを使って掛け算したものが約数なんで、2は5個あるから使わなくてもいいんで、0乗1乗2乗3乗4乗5乗で、そのそれぞれに対して3の0乗1乗3の2乗3の3乗とっていうふうにして約数ができてる。こんな時でもやっぱり0乗が1なのが嬉しいんですよね。2の0乗かける3の0乗で、ね、ありとあらゆる数の約数である1で、2の0乗かける3の1乗で 1×3 の約数の3というふうに、こんなふうにして約数があるんで、860には約数が624個約数があります。24個約数があるってことは掛け算のペアは12個。じゃあその12個を探して、書き出して、差が12になるようなものを探せって言われても、そんなの嫌ですよと。じゃあまあなんかあるんだなって考えたときに、こんな極端にでかい数じゃなくても、私、掛け算の組がパッと思い浮かばないと。例えば72だったら、9×8×72を試みてダメだったら、もう私、平方完成しちゃいます。平方完成っていうのは、ここまでを2乗で揃える。2は、マイナス6を、x-6 を2乗してあげれば、x2 乗マイナス 12x でここまで揃って、これ2乗すると、この式にありもしなかった6636が登場しちゃうんで、それは引いてやれば、もうここまで全く同じ。で、もともとあった864を書いてあげれば、これで平方完成終了と。そうするとこれ、x-6 の2乗引く900と。900って30の2乗だよねと。そうすると2乗引く2乗が出てきたんで、和と差の積に変えられて、因数分解終了と。こんなような因数分解の仕方もありますということを、まあ、覚えておくと便利かなと。いう感じです。で、あと、じゃあちなみにもう一個、素因数分解してよと。これ慶応女子の入試問題です。で、まあ
素数かどうかを判定する方法ってのは昔も今も割り算していくしかない。でどこまで割り算すればいいかっていうと、例えば101、これは素数なんですが、2で割れない、3で割れない、5で割れない、7で割れない。で次の素数が11なんですが、この時点でもおしまいでいいんですね。7で割れない時点で、あ、これ素数だと判定して構わない。どこまで調べればいいかっていうと、ルートを取った数、101のルートは 10. 何とかと。で、これよりも、これに一番近い素数で割れなかったらもう それでおしまいですよと。っていうのは、これよりも大きい、まあ、例えば11で割れたならば、その相手はこれよりもちっちゃい素数になる、ならなきゃいけないと。これよりもちっちゃい素数はもう割れないことはもう確認しちゃったんで、これに近い一番でかい素数で割れなかったらもうその次は調べなくていい。ということは、これは、だいたい100よりちょっとちっちゃい数なんで、90何とか、一番、2桁で一番でっかい素数は97かな。まで割り算して調べなければいけないのかな。でもそんなのやってらんないよね。2桁の素数、100までの素数って25個あったんで、まあ、2だめ3だめってやってったんじゃきりがないと。で、これもやっぱりちょっと頭使って考えてやると、なんでこんな数だろう。1万-9。1万-9。100の2乗-3の2乗と。は、100+3。100-3 で、103×97 と。で、まあ、共に素数なんで、素因数分解終了と。まあ、ちょっと、軽いお話でした。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。